はい、加藤です。柴田に飛行機のキャンセル料15万円を払わないダルビッシュは悪くないっすね。なんでかっていうと、ダルビッシュは金欠なんですよ。彼の銀行口座にはもう15万円も残ってないんですね。おそらく4万2000円程度の現金しか残ってません。だから YouTube をやってるんですよ。彼がなんで金欠なのかっていうと、おそらく、子供がね、400人いるっていうことで、400人の子供を育てようと思うと、メジャーリーグでも大変なんじゃないかなと思うんです。メジャーリーガーでも大変なんだと思うんですよ。だから、ダルビッシュがお金を持ってない。これはもうね、仕方ないっすね。ってね、言おうと思ったんですけど、おい、ダルビッシュ、お前な、柴田はな、もともと頭おかしいわけわかんないやつだからよ。あんまりよ、マジレスすんのやめてやってくれよ。な？俺らみたいなよ、柴田ファンはよ、あいつがわけわかんないこと言ってるから応援してんだよ。それに対して、特産 TV もそうだし、ダルビッシュもそうだけど、お前正論言うなよ。な？正論言ったらよ、柴田がかわいそうだろ。な？柴田は これでもう心折れてやめちゃったらよ、俺らみたいな柴田ファンは、彼の作ってるクソ動画を楽しみにしてるんだからさ、なんていうの、頼むから正論をさ、言わないであげてほしいんだよ。ね？で、もしお金が余ってんだったら、15万円、柴田に払ってあげてください。ダルビッシュさん、お願いします。柴田を正論で追い込まないでください。はい、今回は以上です。カッシャー。